お願いいたします。防衛大臣を拝命しました小野寺五典と申します。まず防衛大臣にあたりまして、国の防衛という国家存立の基本に関わる崇高な任務を担うことになりました。光栄に感じるとともに、その使命と責任の重さを痛感をしております。この度防衛大臣着任にあたりましては、安倍内閣総理大臣から次の4つについて指示をいただいております。1番目は、国民の生命、財産、領土、領海、領空を断固として守り、そして防衛、対抗、中規模を見直し、自衛隊の体制強化に取り組むということ。2番目は、米国の新国防戦略と連携して自衛隊の役割を強化し、抑止力を高めるとともに、日米防衛協力ガイドライン等の見直しを検討する。3番目、普天間飛行場移設を含む在日米軍再編を進める中、抑止力の維持を図るとともに、沖縄をはじめとする地元の負担軽減を実現する。4番目としまして、外交安全保障政策の司令塔となります国家安全保障会議の設立に向け、国家安全保障強化担当大臣に協力するようにということの指示をいただいております。それぞれ全力で取り組まなければいけない優先課題と認識をしております。また安倍総理からは、閣僚全員が復興大臣であるとの意識を共有し、被災者の心に寄り添い、従来の発想にとられることなく、スピード感を持って自らの持ち場で被災地再建のために全力を尽くすというご指示をいただいております。私も被災地出身の議員でございますので、しっかりとこの問題に取り組んでいきたい、そのように思っております。私の地元気仙沼も震災で壊滅的な被害を受けました。被災者の多くが打ちひしがれている中で、防衛省自衛隊は発足以来最大の10万人体制で献身的な救助活動をしていただきました。被災者の一人一人に寄り添い、昼夜を分かたずに活動する姿は、地元の方々に大きな勇気を与えてくれました。この場を借りまして、すべての隊員諸君に心から感謝の意を表したいと思っております。また防衛大臣として、高まる国民の期待と信頼に引き続き応えるべく、防衛省自衛隊の改革にも取り組んでいく所存でございます。加えて安倍内閣として、万が一大規模な災害やテロなど国家的な危機が発生した場合、国民の生命と財産を守ることを第一に、政府一体となりまして機動的かつ柔軟に対応することに全力を挙げてまいりたいと思います。そのため平素から準備に万全を期す方針でもございます。防衛大臣としておよそ27万人の自衛隊員とともに、我が国の平和と独立を守り、さらには我が国が国際社会で求められている責任と役割を果たして、国民の負託に応えるために全力で取り組んでまいる所存でございます。私の方からは以上です。それでは一問早く、沖縄タイムズのような形で、今先ほどあった米軍普天間工場の問題なんですが、先ほど官房長官は、選挙後にですね、総理がお話しされたように、名護市辺野古への移設で地元への理解を得たいというお話をされています。ご存知の知事もですね、前市町村長に反対しておりまして、地元選出の国会議員も全て県外移設ということで、バトンから辺野古移設に反対しています。どういう理解を得られるのか、もしくは反対を押し切って強行されるのか、もしくは今後の手続きとして、こういう水面の埋め立ての承認申請がありますが、その時期をどのように考えていらっしゃるのか。先ほど官房長官からも、同様のお答えがあったと思いますが、私どもとしては、この普天間の固定化は絶対にあってはならないということ、そして抑止力の維持をするということ、そして沖縄の皆様が、早期の負担軽減、これが実感できるように努力をする、丁寧に説明をしていく、そのことに尽きるんだと思います。先ほどお話がありました、こういう水面の埋め立ての申請につきましても、まだその時期等は具体的に決まっていないと承知をしております。もう一方でお願いいたします。読売新聞の会と申します。はい、ガイドラインの見直しというお話がありましたが、これは具体的にはまあ、民主党政権で作られたものですが、どういった部分に一番問題点があって、何をどういう方向で変えていきたいかというのを教
教えていただければと思います。まず全体のですね、これから私ども検討しなきゃいけないのは、米側としても今、この問題については QDR の見直しとさまざま図っている段階にあります。ですから、やはり日米協議をしっかりしながら、改めて見直すということが必要かと思っています。まだ具体的にどの部分結構問題があるというのはこれから決めていく、はい、具体的なまだ協議が、一つの成果を生んでいる状況ではないと思います。それでは以上をもちまして小野寺防衛大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。